僕はこれまでラリーのことだけを考えて生きてきました。それは2位になるためじゃありません。ただのメカニックとドライバーなんだ。仲悪いんですか、あの兄弟。見てて痛々しくないですか、マウス君の走りが。痛々しい。なんだか魂を削りながら走ってるようで、見えない何かを必死に追いかけてる感じがするんです。なんでラリーなんですか。厚弘さんはなんでラリーやってるんですか。僕はこれまでラリーのことだけを考えて生きてきました。それは2位になるためじゃありません。あいつが何考えてるかなんて分かりませんよ。一番変わったのあったじゃねえかよ。Yeah.
約束。